にちは、金子です。今日は9月の7日土曜日ですね。本日、2ヶ月ぶりにですね、オートバイを動かしてみようと思い、道志道の方来たのですが、412号線から道志道413号線に入る手前のところでずっとなんか混んでましてね、これは土曜日はこんなもんなのかな、ちょっとわからないんですけどね。やっと流れたかな。やっとなんか流れた感じですね。はい、こちらから道志413号線に入りました。今日は約2ヶ月ぶり約2ヶ月ぶりにオートバイを動かしております。本来でしたら、友人にちょっとツーリングに誘われてまして、まあ、奥大井、静岡の奥大井のところに行こうというお話をいただいてたんですけども、ちょっと私の方で体調が万全じゃないということで、断らせていただいて、まあ、ちょっと近場でちょっと乗りたいなというところでこんな風に走っております。8月のですね中ぐらいからですかね、ちょっと五十肩みたいな、両肩が痛くなるような状態になりまして、でさらにですね、友人のオートバイのメンテナンスをちょっと手伝ったことがありまして、その時に、まあ、ちょっとやらかしましてですね、両肩をさらに痛くしたのと、右膝の靭帯をちょっとやっちゃったみたいで、踏ん張りが効かないというか、まだちょっと膝の方に不安がある状態、普通には歩けるんですけれども、なんか荷重がかかった状態でちょっと横の動きが入ると痛みが走るので、ちょっと万全ではないという感じですね。しかもですね、肩が痛い時に湿布を貼ってしまいまして、その湿布にかぶれてしまいましてね、まあちょっと画像出てるかもしれないんですけども、見事に湿布の形に、皮膚が真っ赤になってしまいまして、それがまた異常に痒くてですね、8月の後半はその痒みに耐えながらの生活で、まあとにかく寝不足というか、もう痒くてね、大変だったんですよ。まあ2週間ぐらい経って、なんとか痒みも収まってきて、落ち着いては来てるんですけどね。まだちょっとこの五十肩みたいな肩の痛みと、あとはその膝の靭帯の部分、ちょっとまだ痛いなっていうところで、そんなコンディションの中、恐る恐るバイクに乗ってるような感じでございます。で本当に、前回乗ったのが7月の7日だったので、本当に丸々2ヶ月ほぼ乗ってなかったという感じですね。まあETC を新規に取り付けて、ETC を新規に取り付ける作業を、バイク用品店さんにお願いしたので1回乗ったぐらいですね。その時以外は全く乗っておりません。本当久しぶりでございます。しかもですね、もう今月このバイク車検でございます。もう何回目だろう、2008年に買ったんだっけな、2007年か2007年に買ってるので、もうバイクとしては17年、で一応部品もね、エアクリーナーを発注をしてもう届いております。あとは特に買える部品はなさそう。プラグはもちろん新品に交換します。それであとはメンテナンスと点検をして、またユーザー車検という形になると思います。
それが終わると今度はドゥカティの車検もあるんですよね。なのでドゥカティもエアクリーナー発注しまして、まあちょっとエアクリーナーの値段にびっくりしたんですけどね、ドゥカティは W650 のエアクリーナーは、2つ必要なんですけども、1個がだいたい1300円ぐらいなんですけど、ドゥカティの場合はやっぱりこれも2つ必要なんですけども、1つがだいたい4000いくらですもう倍以上の価格で、あのエアクリーナーだけ発注したのになんか9000円なんぼを取られるというようなね、値段が出た時にちょっと一瞬息が詰まりました息が止まりましたね。うっとなりましたいやさすがドゥカティはすげえわ。で、あの品質というかエアクリーナーのクオリティは、まあ、圧倒的に川崎の方が上というところでねどうなっとんじゃいってところもありますが、まあちょっとまあ仕方がないのかなっていうところもあります。あとドゥカティに関しては後軸というか、あの光量ですね、ヘッドライトの、それが今回ちょっと通るかどうかが怪しいというところで、 LED に変えようかなどうしようかなって今瞬巡中でございます。まあ、とにかく久しぶりに道し道が走るというところで、あんまりあのバイクの運転と風景を楽しみたいと思いますので、あんまりベラベラ喋らずに、流していきたいと思います。とりあえず、録画はもう山中湖に着くぐらいまではノンストップで録画していこうと思います。
なんだろう、急に涼しくなった。この辺だけなんか涼しいな。気温が上がったのかな。うわー、すげー人いる。ほう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 、すごいな、オートバイが。23度、それは涼しい。山伏トンネルですね。これを越えると山中湖町ですね。富士山に関しては残念だな。でも湖の風景はいいね。
材作ってんの？うわー、ウッドデッキ作ってんだ。へえ。結構スズキが出てきてるんだね。秋なんだ。そっか。秋になってきたんだね。何やら雲が出てきて怪しいので、さっさと入りたいと思います。日曜日から天気が悪くなるという予報だったような気がしたんですが、思ったより崩れるのが早いのかな。下りが急だから怖いわ。カーブも急だし。特に W はブレーキがあんまり。いい感じではないので。でも気持ちいいや。うわ、急だな。急でこれだけ。うお、ツイスティ、面白いな。でもってやつか。もう初めて見る。え、違うか。お、や、ランナーボートだ。よいしょ。こうなってるんだ。どうなってんだこれ。え？こっちか。こうか。こう。余計に回っちまった。
線なんだ、ここ。残念ながら富士山は見えませんと。ね、ここが近いのかか。おっと、気をつけないと。すごい。神奈川県に入った。神奈川県の南足柄市に入りましたと。うん。すげえな。ランナーが多いね。なんだ、本当にランナーが多いな。金太郎バナナジュース。なんかすげえ気になるな。